ブラジーミル・ガブロフは、ロシアモズドク出身の元サッカー選手。元ロシア代表。ポジションはゴールキーパー。おセット人である。2004年から2006年まで在籍した PFC チェスカ・モスクワでは、正ゴールキーパーだったイゴール・アキンフェイフの控えに、アマンジ、リーグ戦は3年間でわずか3試合出場に終わる。2007年、プレミアに昇格したばかりの f c バンクラスのダールに、 加入。すぐさまレギュラーを確保し、リーグ戦では広角圏に沈んでいたチームの所属にも、かかわらず、キャッチングセンスと状況判断に優れたところを、当時のロシア代表のフースヒリンク監督に代われ、代表に招集されるようになる。最終的にはチームを残留に導くことは、できなかったが、ガブロフは、古軍奮闘の活躍を見せ、国内の競合チームから、 獲得オファーが殺到した。FC アムカルペルミでのレンタル遺跡を経て、2008年5月、7年ぶりに FC ディナモモスクワに復帰することになった。ディナモでは、生え抜きのアントン主任からポジションを奪い、3シーズン制守護神として活躍した。しかし2011から12シーズンは、主任にポジションを奪われ、ベンチを温める機会が増えた。2011年8月30日、 大型補強を続ける FC 安治マハチからに5年契約で移籍をしたもののガブロフがかつて所属していたチェスカ・モスクワがキンフェイフの長期負傷離脱を受け実績のあるキーパーを探していたため急遽チェスカ・モスクワにシーズン終了までのレンタル移籍が決まったチェスカ・モスクワではリーグ戦7試合に出場した2011年12月7日 UEFA チャンピオンズリーグ2011から12グループリーグのインテル戦では後半41分にコーナーキックからのセンタリングをバシリベレズツキーが頭で合わせて逆転ゴールを決めた同時刻に行われていたリール対トラブゾンスポルの試合は引き分けに終わった一方のガブロフは2から1のリードを守りきり試合は終了その直後に 決勝トーナメント進出の知らせを聞き仲間や、コーチたちと抱き合った。試合後に、クスカ公式サイトで行われたユーザー投票では、逆転ゴールを決めたバシリを差し置いて1位に選ばれた。2012年1月に、レンタル元のアンジに復帰した。2013年8月29日、アンジの財政縮小の影響を受け、チームメイトのクリストファー・サンバとアレクセイ,イオノフと共に、 FC ディナモモスクワに移籍し、2年ぶりにフルスに復帰した。2018年1月2日、ジュピラープロリーグクラブブルフヘイ1年半契約で移籍。このシーズンは9試合に出場し、リーグ制覇に貢献したが、2018から19シーズンは構想から外れ、同年11月12日に現役引退を表明した。 2007年8月22日のポーランド戦でデビュー。ユーロ2008予選では4試合に出場し、特に同年10月17日のイングランド戦ではハイパフォーマンスを披露し、勝利に貢献した。予選突破を決めた同年11月21日のアンドラ戦を最後に代表での出場機会がなかったが、2010年3月3日のハンガリー戦の後半から出場し、 二年三ヶ月ぶりの出場を果たした。2012年2月29日、アキンフェーフ、マラフェーフラが故障中であったために親善試合のデンマーク戦に招集され二年ぶり出場し無得点に抑えた。レオニード・スルツキー体制での招集はなかったが、スタニスラフ・チェルチェソフ体制に変わってからは再び招集され、第3次 EK として、 自国開催の FIFA Confederations Cup 2017-2018FIFA ワールドカップのエントリーメンバーに選ばれた。なお代表での最後の出場は2013年3月25日にスタンフォードブリッジで行われたブラジルとの親善試合であった。ありがとうございます。